きられるのかい？ええ、おかげさまで。迷惑をかけてしまってごめんなさい。あなたともこんな形で再会するなんて。先陣を切ってゼルファトルに乗り込んでくれたと聞いたわ。相変わらずなのね。本当にありがとう。天罰は聞いてるわ。そちらは最小官を止めることができたの。闇の戦士たちがアシエンと密会しているところは、俺もアリゼー様と共に目撃している。しかし別の世界を救うために動いていたとは、そんな話、信じられるのか？逆さの塔で、星の代弁者としてニンフィリアが語ったこととも相違はないように思える。全くの嘘ではないだろう。アリゼ様はどうして闇の戦士の追跡を？私は私なりにエオルゼアを知るため各地を旅していたの。暁や英雄の話は風の噂でよく聞いたわ。けれど最近別の気になる噂を耳にしてね。イシュガルド動乱の裏で各地の蛮神を倒している別の英雄たちがいると。それが闇の戦士たちだったということか。そして噂を追っていった君は闇の戦士とアシエンの関係を知った。ええ、その通りよ。しかし彼らが霊災を引き起こすために動いているとして、蛮神を召喚させあえて倒すという行為にどんな意味が？今蛮神を続けざまに倒された各地の蛮族たちは警戒を強め、より強い状態で蛮神を召喚しようとしてるわ。イシュガルドがニーズヘッグを撃ったことも彼らにとっては人への恐怖を煽る事実に過ぎない。みんな自分たちを守るために必死になってるのよ。力が力を渇望させる恐怖と憎悪の連鎖、粒子戦争と同じだな。そう、それこそが連中の狙い。アシエンが不安をたきつけて蛮神召喚を促す一方で、闇の戦士がそれを倒して回る。力への渇望が連鎖して、いずれ既存の神では太刀打ちできないと悟れば新たな神をも呼ぶだろうとアシエンは言っていたわ。見過ごせないわね。俺とアリゼー様の集めた情報によると、蛮神召喚に必要なクリスタルはアシエンにたぶらかされた人間の手で召喚者に提供されている。その経路を暴いて叩けば、加速する負の連鎖を一時的にせよ止められる。それなら私はクルルと一緒にゼルファトルの追加調査に行ってくるわ。私たちの力で追えば新たな事実も見つかるかもしれない。こちらも最近召喚が行われたというグナースの塚付近を調査し、流通を洗おう。良いのですか、アイメリク教？アシエンとは父の剣で浅からぬ因縁があるからな。何より今や我が国はエオルゼア同盟軍の一員なのだ。この地に降りかかる脅威と共に戦う責務はある。ただ我々は
蛮神召喚に関する知識に乏しい。可能であれば賢人殿の知恵を借りたいのだが。だったら俺がつこう。よろしくお願いしますよ、アイメリク教。私たちも行こう。蛮神召喚に関する動向を追っているウリエンジを訪ねれば、別の糸口もつかめるかもしれない。待って、私も連れて行って。もう体は動くし、絶対に足手まといにはならないから。アリゼ、君は。いや、共に行こう。それが君の見つけた道ならば。そのお言葉をお待ちしておりました。アリゼ様、お着替えの準備はバッチリです。